はい、スザンナです。私のチャンネルへようこそ。えっ、ー、と、英語のパターンを一緒に読もうということで、今日、あの、4回までやってきて、今、次、一緒に編み始めるんですけど、今日は、この色分けしたパターンから、さらに効果的にパターンを、あの、編み図を効果的に利用する方法についてお話ししていきたいと思います。で、今回はこちらの、ビバスタイルビーニーという、 この今年流行りのフォローアウトスタイルの、えー、っと帽子を編んでいこうと思ってるんですけどここでポイントとなるのがパターンその帽子のパターンにも何箇所かポイントがあって区分を分けていくとより分かりやすいんですよね。で一番大きなポイントっていうのはここに今あるこの花の部分だと思うんですよ。これが多分一番大きなポイントで目として分かりやすいのはこの花を形成していくというところですね。 で、花を形成していくっていうのはまあ、大まかにこう、頭の中にはあるとは思うんですけど、それを編んでいくときにポイントとなる箇所がいくつかあって、例えばこの花のここの部分からこう、狭くなっていくところ、そこには、増し目と減らし目があるわけですよね。で、どこで増し目をして、どこで減らし目をしているのかっていうのを理解するとすごく簡単だと思います。このパターンにおいては、一番のポイントは、 まず、ここですね。この間のところで、増し目をしていってるわけです。この長編みの数を数えていただくと分かりやすいと思います。それぞれ、鎖2と鎖2に挟まって、長編みが入ってます。で数で言うと、ここが1本、ここがえっと2本、ここが3本、ここが4本ということになってるんですね。 そして、ここからまた次に減っていくわけです。で、3回、2回、1回という,うに減っていきます。まずはここが大きなポイントとなります。で、えー、3回、2回、1回というふうに減っていくということですね。で、ここに鎖が今度は、今までは鎖2だったところが鎖4になり、鎖2になりということです。で、もう一つ今度この外側のところ。 ここは内側の増し目減らしも見ましたけど、外側のところはどうなってるかというと、まず、えっ、ー、と、一番大きなポイントっていうのは、ここですね。この形。はい。ここで、えっ、ー、と、本当はこれ二つに分かれてるんですけど、この形を見て、 ここの形を持って、ここで開いているということがお分かりいただけると思います。そして、ここで、この鎖後、細編みのネット編みが出てくるわけです。で、ここには鎖後で1回だったわけですね。ここはスペースが2回、ここは3回、ここが4回、そしてここが5回というふうになっています。さらに、 ここで減らし目が行われています。で、減らし目はだん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 減らしていくんですけど、このパターンでのポイントっていうのは、あの、2目一度、5目一度っていうのが出てくるんですで。それがここに出てくるということですね。なので、ここもちょっとポイントとして、特別な編み目ということで、ここを警戒しなきゃなんないということで、印を入れておきます。で、まずそれがここまでのポイントになってますね。 で、続いて、ここからネット編みが始まっていくんですけど、ネット編みの途中でこのような、この、クロスの模様が入っています。で、このクロスの模様からクロスの模様までの数っていうのがあって、例えば、まあ、ここが、こことここなんですけど、ここの間、こことここの間はいくつあるかと、1、2、3、4、5、6個。ここは、1、2、3、4、5、6個ということで、 まず、ここには、えっと、6個ある。そしてここは5個ある。そしてここに6個あるということがわかります。続いて、ここは、この黄色のところ、ここは何もないんですね。ここの黄色も何もないです。この黄色も何もないです。この黄色も何もないです。この間に挟まれた、この黄色に挟まれたところでのみ、この 十字が入っていることがお分かりいただけると思います。じゃあ続いて、今度、これがまた同じところに入るんではなくて、ここに入ったら次はこれとこれの間、次はこれとこれの間というふうに、それぞれこう交互に入っていきます。で、それぞれの間の数を見ていきましょう。はい。ここからここの間は、1、2、3、4、5、6ということで、6個ですね。 じゃ、この間は、1,2,3,4,5ということで、5個ですよね。そして、ここが、1,2,3,4,5,6ということで、6個。ということで、ここも6,5,6。ここも6,5,6ということで、同じ編み目が繰り返されているので、ここではもう増し目が行われてないことがお分かりいただけると思います。もう一度続いて、ここ、こちらに戻って、この間の数を数えておきましょう。 1,2,3,4,5,6ということで、ここが6個。そしてここが1,2,3,4,5ということでこ個。そしてここが1,2,3,4,5,6ということで6個ということで、はい、6、5、6、6、5、6、6、5、6, 6となっています。そして最後ここも数えておきますね。1,2,3,4,5,6ということで6ですね。で、ここが1,2,3,4,5で五ですね。 ここが123456ということで6ということで656全て6 5 6 6 5 6 6 6, 5 6で構成されているということが分かります。で最後ここですねここだけちょっとパターンが違うわけです。123456個の長編みそして細編み6個の長編み細編みが繰り返されています。 で、ここは、次の段はどうなっているかというと、1、2、3、4、5、6、6個の長編みはありますけど、細編みがありません。ということで、1目マイナス1になってますね。で、それが同じこの細編みのところに入ります。ということで、えー、っと、30段目なんですけど、これはマイナス1目になります。で、31段目はまた同じように、1、2、3、4、5、6の 長編み。で、細編みなしなので、ここは、この30段目と同じ目数となって、29から30では減らし目が行われて、31では同じ目数のままということになります。で、最後のところでちょっとこう引き締めた方がいいので、減らし目をした方がいいので、ここで減らし目を行っていく形になります。で、えっと、まずここなんですけど、ここも1、2、3、4、5。鎖後の細編みで、1、2、3、4、5なので、 えっと、厳密には11目あるんですね。鎖ごと細編み鎖ご。書きますと、5、1、5ですね。ここではどうなってるかというと、6と1ということで、はい。4目減ってます。そしてここは、6目ですよね。ということで、1目減っています。そしてここは、 6目で数の変更がないのでこの3段はまあちょっとギュッと絞るために減らし目が行われているということがお分かりいただけると思います。まあ、こんな感じでパターンをあの見ていきますとまあどんな感じでな編めばいいのかなっていうのが分かりやすいと思うのであここでは2つになってるのかな3つ4つ3個2つ1つっていうふうにこういうふうにあの間違わないようにポイントを書いておくと間違わずに編んでいくことができます。 でさらにここで今表を作ってるんですけれども、この表で、えっ、ー、と、ポイントとなるところを区切っておきます。ここで行きますと、えー、っと、まあ、本来はこれ14、13段目を、からは始まりと思ってもいいんですけど、ここまでがこの花の部分になるので、13段目までで花を、この花を編んでいくというふうに理解して、続いてここですね。 28段目までをこのネット編みをつない続けていくという風に見て最後の123周はこのシェルのところという風に見ておくそしてさらにはこれ1段ずつ色を変えてますのでこういう風にやっていってそして編んだところをですねこれを何回も編む場合でしたらペンで書くとあの何回もは書けないので鉛筆を準備しますねで鉛筆を準備して1周目を編んだら チェック入れていく。2周目編んだらチェック入れていくというふうにして、あの、編んだところ、印を入れておきますと、今何周目まで編んだかっていうことがわかります。ですので、そのように、あの、パターンをこう、自分の使用自分が使いやすいように変えていく。自分がわかりやすいヒントを書き足していく。自分がわかりやすいように色を変えていくっていうのはすごく重要なポイントになります。で、これが、えっ、ー、と、あれなんですけど、まあ、私は、 10段ずつ分けるのが好きなのでこんな感じで102030で31というふうになってます。で全部で31段あるということが一目で分かりますし、まあ、色も合わせてあるのでこれが何段目かっていうのをこう合わせていくことができますね。まあ、簡単に言うとここまでがこう5であるということも分かれば あ次ここが6なんだな、16なんだな、15なんだなっていうのもわかるので、まあそんな感じでわかりやすく仕上げておくというのも一つかなと思います。ということで、あの次回編むっていうふうにお話ししてたんですけど、その前にこの編み図をちょっと見ながら編み図で 編む人はどのように見ていけばいいかっていうのを理解した方が分かりやすいかなと思いましたので、このようにしております。で、えっと、まあ、これだけ見たら編めるかなというふうにも思われると思いますけど、やっぱりちょっと大事なところっていうのはこういうところにも書いてあるので、ある程度、あ、これ用があるから編めるわ、じゃなくて、ここも見て、どんなゲージで編んでいかなきゃなんないのかなとか、そういうふうに、あの、 どのサイズが合うのかなっていうのをちょっと練習したり確認しておくとより分かりやすいと思いますし、あの、編む時もどういう風にして編んでいこうかなという風に確認するといいですよね。あともう一つちょっと追っかけておいた方がいいところっていうのがこの筒で編む場合、編み上がりのラインっていうのがあります。 この編み上がりのラインっていうのは結構ね、あのー、ポイントとなると思うので、編み上がりのライン、そうだな、ピンクの方が分かりやすいかな。ピンクでしておきますと、この鎖のところが編み上がりのラインになりますね。ここまでが鎖。で、この鎖を追いかけていきます。ここが編み上がりのライン。そしてさらにここからは、長編みつなぎで編み上がっていきますので、こういう風に編み上がりのラインを 合わせてってっここでここも次は、えー、っとここで引き抜いてここに行ってそしてここが編み上がりつなぎ細編みで引き抜いてこういうふうにえー、っといくと分かりやすいかなというふうに思います。で そうですね。もう一つポイントとしては、ここですねこ。ここは細編みの中に編めるんですけど、これはどこに編むかっていうと、これが偶数なんですね。偶数の場合っていうのは目の中が編めないから、これがまあ目と目の間で編むのかなと確認をしながら、ここで見ておくとわかりやすいですよね。 そうですね。あの、スティッチじゃなくて、シェルの間っていう風になってますから、ここもポイントとして確認しておくのであれば、この間に編むということで、点々とこう入れておくと分かりやすいと思います。はい。ということで、こ,れこのようにしておきますと、まあ、比較的編み方。 これを追いかけていって、こんな風に編んでいくんだなという風に追いかけやすいし、ここで印もつきやすいし、この色で分かりやすいし、ここの数を見ていくと分かりやすい。そして、このスペシャルな編み目についても分かりやすいんじゃないかなという風に思います。はい、ということで、えー、パターンを見ながら編み図を見ながら編んでいくための下準備のお話でした。よかったら参考にしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。thank you forwatching and see my next video バイバイ。Bye.